ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ本日のお客様をご紹介しますこの度門川新書から長期腐敗体制というご本をお出しになりました思想史家で政治学者の白井聡さんです本日はリモートでのご出演となりますはいようこそあ、はい、お元気でいらっしゃいますか ははいどうもこんにち白井さんのご本は前に「永続敗戦論ね、はい、戦後日本の革新というご本がこう有名になりましたけれども、はい、今回のご本は、はいあまあ、それ以外にもお書きになってますが今回のご本は「えー、と長期腐敗体制なぜいつも頭から腐るのか」という帯がついております。はいえー、この本の本内容を紹介しながら え、白井さんのお考えを伺いたいと思います。はい、よろしくお願いします。この5本届いたばっかりなんですけど、なぜいつも頭から腐るのか、頭はどこですか？これ頭, <laughs> 頭はですね。うん、まあ、いわゆるその私たちが権力って呼ぶようなですね政党だったり、うんはい、まあ、あるいは。 官僚ですね霞が関の官僚だったり<僚>あるいは財界のトップの方だったりとかそういったいわゆる偉い人たちというのをまあ指していますけれどね、うんうん、はい、はい、分かりました、えー、今日本は物価が上がっても賃金は上がってません年金はカットされてます非正規雇用が増えて将来の見通しが立ちません娯楽を控えて恋愛も結婚もできないで子どもも減り続けている、えー、今日はどこかの町の本屋さんが 3件全部なくなってしまったというニュースも届いております、うん、えー、それでもこの岸田政権は、まあ、ちょっと落ちましたけども支持率はあまり落ちてない、うん、なぜでしょうかはいまあその問いは非常にですね、はい、まあ直接的な問いなんですけども実は私たち、うん 政治の分析をやっている政治学者とかジャーナリストとかそういった人たちもですね、実は結構困ってるんですよね、困ってるっていうのは分からないとなぜみんな不満だらけのはずなのに選挙をやると政権は支持されたっていうような結果が出続けているんですよね。なんだろうがもいいては えー、それで給料ももう25年間全然上がらないと、えーはい、かえって昔の方が給料が高かったと、はい、日本だけがこれをずっと続けててよその国はそのマックシシズっていうのがあってビッグマックをいろんな国で比べてみると日本はめちゃくちゃ安いと高い国ではマックビッグマックは800円とか900円なの日本は300円台だというのがずっと続いてますね。 はい、な,んな,なんでこれで、えー、と大丈夫なまま続いていっちゃうん,ですかうんその、やっぱりですね、みんな本当は不満なはずなのに、はい、でもう本当に状況が刻一刻とだめになってきているんだってことは、うん、いろんな証拠によって明らかになってるんですよね、はい、そのマック指スの話もそうですし、例えば一人当たり GDP。 で、えー、韓国に数年前に抜かれました。で、今度は台湾が今度は迫ってきてます。うん、このまま行けば逆転するでしょうと。はい、だから、明らかにもうアジアの中で一番裕福な国民ですよねっていうような地位というのを、うん、えー、明白に失いつつある。はい、で、えー、やっぱりそれはですね、うん、こ国の指導、 親ですね社会のその上に立ってやってる人たちの指導っていうのがやっぱおかしかったんじゃないのかってえいうふうに考えざるを得ないわけですけれどもどういうわけかそれに対する不満っていうのがこうスパークしないような世の中になっている。だからその 本の帯でですねなぜいつもトップから腐るのかっていうふうに、うんえー、書かれてますけれども、うん、実はそれだけじゃないんですね、うん、ひょっとするとより重要なのは、うん、トップよりももっとボトムも含めた全体がね、こう、うん、なんと言いましょうか、もう縮こまっちゃったような状況っていうのが。うんうん ってみれば今の閉塞の元凶、えー、なんじゃないか、うん、まあそれが原因だか結果だかよくわからないところはあるんですけどね、うん、あのつい先日、京都で私、京都住んでるんですけれども、鈴木敏夫とジブリ展っていう展覧会がありまして、ですね鈴木敏夫はあのプロデューサーなんですのジブリ展を長年支えてきて。 その鈴木さんにフィーチャーしたあの展覧会があってですね、うん、そういう家族で出かけたんですね。うんはい、で、その中で、あの、徳間さんですね、えー、徳間康義さんの,、うん、あのことも紹介されていて、うん、それで、徳間書店の親分、大親分だった方ですよね。はい、で、彼は長年、そのジブリを支えてきたわけでありますけれども、うん、その徳間さんの口癖っていうのが、うん、心配すんな。 金は銀行にいくらでもあるっていうのが、うん、あの口癖だったって言うんですね。で、うん、考えてみるとですよ、金は銀行にいくらでもあるって、まさにこれ、現代においてすごく当てはまる話なんですよね。うんうん 異次元金融緩和なるものをガン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 ,ガンやって、むちゃくちゃにあの金融機関にお金を流し込んだわけですから、それでそれをいくらでも超低,超低金利で借りれますよっていう、そういう状態作ったわけですよね、アベノミクスでもだけれども、アベノミクスはやっぱりうまくいかなかった。なぜかというと、やっぱり最大の原因はそうやってお金を流したけれども、借り手がいない。 ってわけなんですよねうん、うん、それ借り手が悪いのか貸し手が悪いのかよくわからないんだけどもともかく、えー、お金を借りてっていう、まあ、要するにリスクを、えー、取ってですね何かをやろうっていう、えー、試みっていうのがあのされない社会になっちゃった。みんなだからものすごくこう本当にこう縮こまっている小さく小さくなっている日本。 <スイッ>っていううのがねねあると思うんですよ、ね、だから国力が小さくなっているということの根底には人間が小さくなっているっていうすごく深刻な状況っていうのがあるんじゃないのかなっていうことをあの書きながらまたその書いた後にもですねあのいろいろ確信をさせられる気がするんですね。縮<スイッ> ってると一時期もうコロナの前ですけども銀行はあのお金借りてください借りてくださいと、はい、もう大きなイベントを張ってましたよね。はい、でもこの国はそこで借り手がいないと、はいうん、だからそれでまあ新しい産業とかいろんなものがこう全然生まれない状態それでなんか企業の方が人材を 使いやすくするという意味の非正規を増やしていって、これがいつでもなんかこう、事業を縮小するときには首が切りやすいと、そうなんです、うん、要するに、ね、企業も非常に安易なですね、うん、儲けをどうやっても出すかっったときに、最も安易な道に逃れて、逃れて、逃れ続けてきたのが、この20年、30年だったんじゃないのかと。うんうん だから失われた20年、30年になるんですが、うんその失、その安易な方法っていうのは何かというと、うん、要するに新しい事業を考えて、うんえー、新製品を出してとか、ですね、うん、新しいサービスを考え出して、うん、それをおーいいものだから、それが、うんえー、日本中で、あるいは世界中で売れていく、うん、そういうものを作っていこうっていうんじゃなくて、うん、<laughs> そうじゃなくて、えー、とにかく労働者の、えー、コストをカットすると、うん、それによって儲けを出すと。 うん、いうような、なんというか、もう経営者が経営者としての責任を果たさないような状態っていうのが、うん、あの普通の状態になってしまったっていう、うん、そういう感じがありますね。はいうん、だからといって、今までのような終身雇用みたいなものをずっと続けていくのには、年功序列でリスクも高いし、まあ、それもちょっとだめだなと思ってた。はい、だからこう 使使いい勝手のいい社員をううようになった、はい、だそこは分かるんですけどその前の企業がそのなんか新しいものを生み出さないみたいなちょっと前までは、はい、なんていうんですか、まあ、その太陽光とかいろんなの分野でもやろうとしてたっていうことは聞いてるんですけど、はい、なんかそこになんかこう補助金がカットされたりして手が出せなくなった。はい あの失われた20年とか30年と言われますけれども、うん、その中でもこの10年間というのは、ことさらに、さらに失われた、深刻に、うん、最も深刻に失われた10年だと思うんですよね。と、はいうん、いうのは、10年前に、うんあの、約10年前にですね、3.11があって、うん、そ,それで、えー、これは本当にこれは大変なことであると。こうい ですね、テクノロジーの在り方、うん、原発のようなテクノロジーの在り方っていうのをやっぱり見直さなければならない、うん、どうやって新しいじゃあ文明の形っていうのを作っていくのかっていうことが、うん、まあ、本当の課題として、うん、その私たちの生活や命をね、うんえー、まあ、でも脅かすような方って、がっとせり上がってきたはずだったんですよ。はいはいで 逆に言えば、それをどうやって乗り越えるのかっていうところで、その解決策を出すことっていうのが、今度は成長にもつながっていくっていうはずだったんだけれども、それをやらずに何をやったかっていうと、や,やっぱ原発は動かし続けたいからとかね、さらには世界一安全な日本の原発を海外に輸出しましょうとか、そんな話を、そんなギャグみたいな話を、一体、世界の誰が。 聞いてくれるんですかという話で、うん、やはりうまくいくはずがなかったんですよね、うんうん、でそうこうするうちに世界的にはもう、脱炭素の流れっていうのもあの強烈に来ましたし、うん、でそういう中で、えー、例えば20年ぐらい前だったら、その太陽光発電の,、うん、あの発電のパネルなんかもですね。うんはい あの日本のメーカーっていうのは、えー、世界でもその5位以内に入るメーカーが複数あるというような、はいえー、そういう競争力を持ってたわけですけれども、<ャ>今や見ることもないですえ,ー、えっと、これだけだめになっていくのに、有権者、何してたんですかねっていう気もするんですそうなんですそうなんです。 そこがですね、ええ、本当に不思議なところなんですけれども、うん、ところが、まあ、ちょっとですね、一つヒントになる、うん、えー、実験というか調査の結果っていうのが、あの、これ昨年の末ぐらいにですね、はいえー、発表されたんですけれども、うん、で、私、それに非常に衝撃を受けたので、うん、この長期腐敗体制の中でもちょっと詳しく紹介してるんですけど、うん、それは何かっていうとですね、堀内優作さんという、あの、政治学者がアメリカの大学で、あの、教えて、 教えたり研究したりしている方がいる,いると、はいで、その方がですねある調査をやったんですね。それは何かというと、うんえー、昨年の総選挙の時にまに、あ、政党がいろんな公約を出しますよね。その公約の種類をですね、うん、で分野別に分けて、うんはい、それで、えー、その公約をですね今度はバラバラに並べるんですね、うん、ランダムに並べるんですね。 A という政党と B という政党の政策一覧表を作る、その政策一覧表の中の政策っていうのは、実際に打ち出されたいろんな政党の、うん、政策っていうのはごちゃ混ぜに入ってるんですね。はいはい、で、ジャンルというのは、うんえー、外交であったり、うん、外交安全保障というジャンルであったり、経済政策であったり、はい、コロナ対策であったりといったところで、その各領域でどの、うん、各政実,実在の政党が何を言ってたのか、うんはい、何を公約して。 でこの架空の政党 A と B と並べて、うんほんで、どっちがいいですかって選んでもらう、はい、で、要するにこの実況を狙ってるところは何かというと、ですねそれをすごく複数回、いろんなたくさんのサンプル集めてやるんですけれども、狙ったところは何かというと、はい、政党の名前数のを抜きにして、純粋に政策っていう観点で、うん、どういう政策が支持を受けているのか、ど,どういう政策が支持を受けていないのか、これを調べるということなんですね。うんはいで そこで出てきた結果が何であったかというとです、ね、自民党はあんなに選挙を勝ってるのに、自民党の政策は全然不人気であるっていうことだったんですね他の政党のほうが、はい、あの市民たちにとって人気のある、これからの未来を考えた政策が、そこに掲げてあるにもかかわらずってことですね。はいはい そううだからそこの中では自民党の考えた政策よりもそっちの政策が優先されてたっていう結果が出た、はいはい、でも現実ははい自民党が勝ったとだからここから分かることは何かというと日本の有権者というのは実は政策ってものをほとんど見ていないっていうことなんですよね、はい、ありゃもうはつ、うん 堀内先生は実験をしていて、うんうん、それは何かというと、はい、やはり2つの政党を並べ,る、うん、並べて、ランダムに政策を入れていくんですが、2>, はい、で2つのうち1つ選んでくださいとで、そのうちの1つにですね、自民党をという。うんうんうん 名前で党ですね、はいうん、党のところ、うん、自民党を入れたんです、うんうん、そうしたら何が起こったかというと、うん、どんな政策でも自民党の政策として打ち出されると大幅に支持率がアップしたっていうことだったと。例えばですね、うん、はい。 極端な例を挙げると、うん、共産党の外交・安全保障政策、これは、うん、あ日米安保条約をやめると、うん、まあ言ってるわけですけれども、これは、えー、非常に不人気な政策なんですね、うんはい、この調査によると。ところが、これも自民党の政策として提示されると、うんうん、半数以上の支持を得たへ こういう結果が出てる、ね見て、見てないってこと見てないっていうことですし、そう、だから私なんかで、ね、やっぱりこう政治学者として仕事をしてきましたので、はい、ちょっとね、驚きですし、それこそ足元がちょっと崩れるような体験ですね。はい、っていうのは、一応、政治学者はみんな <laughs> 共通前提として、はいえー、有権者っていうのは合理 基本的にそれなりに合理的に判断をするものであって、自分が考えている、こうなったらいいなと、こうしてほしいなということと、うんえー、政党がじゃあどうしますって言ってることっていうのを照らし合わせて、うん、自分に近いところを選ぶというような投票行動っていうのを基本的に取ってるもんだという前提で、政治学っていう学問がそもそもの前提としてそう成り立ってたわけなんですけれども。この調査結果 を信ずるならば、ですね、うんえー、そのような前提は成り立たないから、政治学の全体形が成り立たないみたいな話ちょっと待ってください、これ、簡単に言うと、ですね、あのーはい、今後10年間、みんなの給料は上がりませんと、はい、このままや,やっていこうと思っていますっていうのが政策として、これに自民党っていう政策がついたら、はい、これ、上がるってことですか。 <laughs> <も>そうかもしれません、ねで、極端に言えばそういうことですね、<laughs> だって。ある意味そうです、そうです、現状維持ができますよってなことを言うならば、それが自民党が言ってることならば、かなり支持されるんじゃないかといろいろこの番組やってて思うんですけど。なんでで 都市部とか地方とかあって地方のなんか選挙だったりすると、はい、なんかその地方の,あの県会議員の人たちが全部のなんかこう、はい、なんか受け持ってその,、はい、票の取りまとめをって中央に送り出すみたいなことが、はい、まあそこにお金も関係してみたいなことが記事で取り沙汰されてましたけど構造的にそういうふうなことが。 まあもっと言えば、風土として残ってるはいはい、っていうふうに考えられるんですかあの地方で、ですねその共同体的な社会基盤というのが強く残っている部分で、ですね、うん、そういった投票行動っていうのが。うんえー、その ありつず、ずっとあってきたし、今後も結構あり続けるだろうなっていうのは、まあ、それなりに仕方がないところもあるんですけれども、あの、でも今人口の分布ってことを考えると、都市部の方が多いわけですよね。で、結局だからそういう意味じゃ都市部の有権者っていうのが、その、かなり選挙のやっぱ動向を握ってるわけなんですけれども、その都市部の有権者がどんな投票行動をしているのかと、 うえ 政策、基本的に何も見ていない、うんでえー、なんとなくほとんど習慣のようにして、選挙があったら自民党に入れるもんだということで、うん、投票している、それからまあ国政選挙であっても、もう今や2人に1人ぐらいが投票いかないわけですけれども、うん、まあこの人たちは要するに、こうっておけば自民党が勝つよね、自公政権勝つよねっていう状況を要は黙認してるわけですから、基本的に自民党支持だ、現政権支持だと。うんえー いいううふに見るなわけですよねだからそう考えるとですね、非常に深刻なことですけれども、果たして今の日本の社会で選挙とかやって意味が本当にあるんだろうかということすら疑われる状況になってます。要するに投票日っていうのは、自分の判断。 情報、持っている情報、そして価値観に基づいて選択をするっていう場面ではなくて、自民党に対する信仰を告白する場面でしかないと、非常にですねソ連邦の選挙なんかに近くなってこれって日本だけこういう傾向だったりするんですかね、なんか。 世界的な現象っていうのは、はいあの、一方ではありますけれども、はい、それはあの権威主義の台頭だったりっていうよ、ねはい、うな、んえー、傾向っていうのはありますけれども、うん、日本独自のところっていうのもありますね、うん、それはいろいろなあの背景、うん、歴史的背景や文化的背景の差がありますから、うんまあ、なかなかそれはあの細かく言い出すと難しいところなんですけどね。うんはい えー、もう1つ、ここを突っ込んで伺いますけどもこの、こんなこういうような状態になってきている今、これは、はいあのー、野党とかに大きな責任があるんですか、はい、それともメディアにもここには責任があるんですか、はい、それとも日本人の心の持っている、 その土地で、えー、なんか強い党でそこに支配されてきた関係性を大事にしようと思ってる私たちの心の中に、その問題はあるんですかべ、あのーまあ、ての主体に責任があるとは思いますけれども、うんあのー、やっぱりこの政治がですね、体制が、はいうん、私が長期腐敗体制。 で呼んでるものっていうのは2012年に始まりましたんで、はい、2012年体制という風にも呼んでるんですけれどもどううも,もうこれ10年続いてるんですよね、はい、だから、えー、でそしてそれは国民の支持に基づいて続いているので、うんうん、あのー、ここまである意味安定化した しちゃったっていうところを見るとですね。うん、ちょっと一部変な人がいてとか、うん、一部が腐敗しててとか。あ,あ,あんまりもう、そういう理屈では片付けられなくなっちゃったんですよね。そうですよね。はい。えっと、打破する方法とか。うん、か、変わっていける、何か、なんか目みたいなのはあるんでしょうか。 いやあ、それは私も <laughs> 知りたいところですけれども、まあ私の本を読んでいただくっていうのが一番、あの、私として言いたい答えっていうことにはなるんですけれども、まあやっぱりですね、大事なのは、まず何が起きているのかっていう。 やはりできるだけ多くの人が知るということですし、それにやっぱりなんというか、先ほど縮こまってるっていう話だとか、元気のなさっていうことをえ申しましたけれども、それって何なんだろうなと、もっとあれです、ね、あの簡単な言い方すれば、20年給料が上がらない、はいはい、僕の給料が上がらないのはなぜだろうと。 そうなんですよなぜだろうっていうことだしうん、うん、それ、はい、悔しくないのかと、はい、嫌じゃないのかとはい。うん。うん、そのあたりを詳しく書かれている、ねえー、白井聡さ,さんのご本美穂さんの方から紹介してもらいます、はいはいね、白井聡さ,さんのご本紹介します長期腐敗体制角川新書から税込み1012円で発売中です興味のある方はぜひ書店でお求めくださいまだおっしゃりたいことがたくさんありそうですけど今度ぜひまたスタジオの方にお越しになってください。はいはい、はいぜひ、はい またお願いします。またお願いいたします。大竹メインディッシュゲストは白井聡さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい、ありがとうございました。